行くぜー、よいしょ、サンナー、ありがとうございます。おはようございます。いただきチャンネルがアイマンでございます。はい、ということで本日はやってまいりました福岡県にございます有効ラッキー37夢パーク久留米店さんということで、いやー37番37ですからこのお店も、まあ、バレルも30何台あるんで、おそらく座れるんじゃないかなと予想はしてますけれども、まあ、ただ人気のあるあたりのところは座れなそうな気がするんで、ちょっと人気ないところでなんとか戦えるかどうかっていうところですけど、で隣でサスケもね、あのイーボスリーセーブンで頑張るんで、2人でちょっと頑張っていきたいなというふうに思います。いきましょう。ということで本日も一日よろしくお願いします。ありがとうございます。ダメ、あ、1個空いてる、1個空いてる、あ、いや、もっと多く空いてるな、まあいいかほい、ではやっていきましょう。ちょっと細かいのからいかせていただきますけれども、バレブレイブが取れましたので頑張っていきましょうか。よし、今日は大丈夫、耳じゃない、音量チェック、いや小さいな、 あ、いいか、大丈夫だろ、気合のレバーをぶち込んだんで。はい、ということで1枚の中にもなくなりました。2枚目、356ゲーム600ライト13000、残念、ドンドン。3枚目、474ゲーム700ライト、浅いし、この点ワンチャンあるじゃん、怖っ、どんどん。ただミミズの判別もできないのにどんどんお金がかかります。4枚目、245ゲーム203ライト、オールライトだね、マジかー、どんどん。余裕の5枚目、 100×3 でか、141ゲームライトさんでございます。43000、ダメなんだね、どんどん。ありました、100ゲームぐらい得した、100ゲームぐらい得したわ。あ、できた、いやおはようございます、やっとです、マジですげえ勝った、1400ゲームかかった、立ち上がり最悪で、こっからミミズがありえるからね、この前。危ねえ、なんとか、はあ、ここでスーパー入れて、とりあえずミミズを否定したい。マジで怖い、昨日があるからね昨日の今日だから、よっしゃ、あしたかね、俺やく
よっしゃー、あぶねえ。やりましたー。生き残った、生き残った。昨日と今日は違うよ。まあ、ただ有利蹴るよりめちゃめちゃかかるから頑張らねばならないですな。いやもう有利蹴る前に飛ばすしかねえんだよな割と。まさかの共闘いっぱい乗せませんでした。マジで言ってんの？保証なんだけどこれ。はあ、嘘でしょ。また？またその感じ？66。さすがに戻すだろ。今んとこボコボコなんでちょっと飯食ってなんか流れを変えようと思いました。まあまだ望みは捨てずに頑張りますけれども、まあ、とりあえず食ってきたのがハンバーグなんですけど美味しかったね。あーふわふわでした。はい、またライズを。さあということでラッシュ後初シーズン536ゲーム600ライズでございます。やったねー。オッケーオッケー。バカバカバカ。レッシュ危ない。保証じゃ終わらんぞ。保証じゃ。
ぐみ、えぐみ指数マックスだな。あー、ここで来たー、よかったー。まだ早かったね、4ゲームほど。助かりました、ただいまー。よかったー。まあ、とはいえまだ V1 個、1個目をゲットしただけなんで、あと2個頑張らないといけない。多分引き戻しをしてるし、ミミズじゃなくて引き輪の保証だったので、なんとかしねえと。なんとかしろよ。あ、音ない、ナイスー。あぶねー、リーチー。さあ、リベンジじゃ。よっしゃー、固まったー、やったぜー、ミミズスーパー。いや、もうさすがにミミズじゃないわ、これは。ミミズこんなスーパーいかねえから。一発飛んどけ、一発飛んどいてほしいな。頼むぞ。最近全然揃ってない最近全然揃ってない。だよ、最近全然揃ってないのよ。わあ、どあ、マジか、全然足りません。13連、全然足りませんね。まあでもミミズ否定してくれたしね、一旦はちょっと納得ですわ。66、ない、やり直し、プロ275ゲーム、400だと思いますが、9万。ナイスショット。革命ボタンで革命ボーナス確定でございます。終わった、いじめられた、いじめられたわ。内臓とキューブばかりで、おっ、ナイス。謎フッチュンはびっくりだね。こういう謎当たりとか V ゾロが頻発する際は高設定の場合があったりするんだけど、だとは思えないね、今のところ。今のところはね、有利切ってないんで。まあさすがに厳しいね、これは。1回ホールドもしてるし、最終ゲームに冷却を引く。最終ゲームに冷却を引くないです。
はじめまして。はい、今日ボーナスからの気持ちは初ですね。よかったよかった。全然意識しなかったね。やっぱ意識しない方があったんだよね。さあとりあえずラッシュリン入ったんで、あとは伸ばせるかどうか。よいしょ、オッケー。生まれ変わってくれ。たった50連するだけでいいんだから。こっちはナイスでかい。これめちゃめちゃでかいわ。引き戻しの後ね、俺ねやれない確率 92% ぐらいなんだよね。壁越えた今ので。役で、共通ベルの意味のなさ。あぶねえ、またチャンスめ。いやー素晴らしいね、助けられてる。今のも絶対行ってないよ。でももう完全に、だからさっきのはレア役だったから続いたけどっていうセリフをねちょっと頭の中で今準備してた。よし、まただ。またこの形。これはもう逆にいいよね、これ。もう。よーし。ナイスー。いやー、助かったね。あと1500枚ぐらいか、ユーリグリまで。やっとまくりますよ。やっとまくりますよ。長かったね。でもこっからまたあと1000枚で有利期間切らないといけないから。おーおーおお、来たー来たー。いやー、たまんねえなー、たまんねえなー。よし、超えた。あ、2冊。どら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 。あ、ダメ。いやー、でもついに来た、ついに来た。いやー、よかった。これで京都ちなみにあるんですよ。いやー、来たんだけど、いっぱい乗せるかもしれないんですけど。あー、いっぱい乗せない。まさか、まさか2回目の。うわぁ、熱っ。いっぱいいっぱい乗せません。え、あー、無理か。いっぱい乗せますかのやり方忘れちゃったよ。おい、久しぶりに2個目。さあ、まずは1つ目の共闘軍飛べ。とぉほ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 ぉ、有利切り前で2連ですわ。有利切り前で2連ですわ。これはちょっと待ってくれ。レンドラ来ちゃったな、レンドラが。熱っ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 。いっぱい乗せない、いっぱい乗せない。また青になっちゃったよ。なんか申し訳ねえな。もうこれもドライブだもん、次も。
はい、ドライブでーす。ありがとうございます。なわけねえなわけねえ。ただまあここはね、あの V ストックのおかげで有利は切れてないんで。飛ばしちゃいます。あれスカスカ。さあようやく切断でございます。かかったねかかったね。16時でございます16時でようやく切断ですよ。大変お待たせいたしました。ここからドライブ祭りがようやく始まろうとしております。ということで3497枚覚えておきましょう。あれあれ、おかしいな。まあ、でもあれなんだよね、切断ってさすごい終わりがちなんだよね。いやでも有利切れ前でドライブ2回飛んでっからちょっと期待しちゃうな。さすがに22分の2。いやまあ弱いね、弱いけど。どっかで分岐の音がする。おっしゃー54ゲーム早いね。さて、お稼働しちゃおっかな、お稼働しちゃおっかな。失礼します。あれすかしたすかしたか。まあまあでもいいよね、とてもいいよ、帰ってきたから。ここも注意が必要だよ、しっかりと。全然やばい。おおあちあちで、もう100確定だからで。あーないか。いやでもドラでいけ。あーダメかー、たまらんな。ムムちゃん見えちゃったな今日。やばいやばい、素晴らしい。そして引かない、あー割れない。やばいね、いいね。これで3分の2だよ、3分の2有利切れてから。結局だから有利切れるまでね、分かんないのよ本当に。あんなにね弱かったのに。いやマジでこれあるわ、本当にあるわ。いやさすがに有利切ってから3の2だぜ、さすがにあるわ。さあ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 3話目よし。ああ惜しい、2分1になっちゃった2分1になっちゃった2分1になっちゃったな。ゼロって、はあ、はあ、
はあ、残念。毎回ドキドキできちゃう。楽しいね。バルブレイブは楽しいね。やっぱドライブが、ドライブが全てを操作させるよ。あいや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 、お、どっちか。ナイスー。ありがとう。爆音で6000枚だよって教えてくれた。ナイス。きたー。切断ドライブくせえな、これは。あー50、あーもったいねー、もったいねー、これ。いやー100だったら完全に吹っ飛んでたのに。恥ずかしい、ダサいやつ、ダサい写真撮りました。おっしー、よし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 、飛ばない。よし、100、なんで50ばっかりなの。十分だけど。ちなみに俺7000枚出ました。7500枚必要だからね。よし、あー惜しい、あー惜しい、マジでマイレバーなんかいけそうな気がするんだよね、本当に。これもしかしたら有利切れるかもしれないね。嫌だって嫌だって。28で6000枚。もう一発戻さないとダメだな。だって昨日の分取り返してねえもん。こんだけ飛んでたらやめるっていう選択肢はないんだけどね、正直。終わらないで。なんでだよ、やり直しです。やり直しですか。まあ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 、まだ5時だから、まだ5時だからコンプリートできるから。ミスタージョージは次の機会に。おお、当たった。一発当たった。
さあ77ゲームさあ革命ボーナスですね。ついに来た早めの一波。そろそろ終わりでしょ。よいしょ。なんということだ、なんということだ。まあちょっと増えたけど、弾はちょっと増えたけど。394ゲーム500作当たりました。あ、4ぞ確定。よし、スーパー1日で3回やったの超久しぶり。多いね、6連とかで終わっちゃうパターン。はい、389ゲームナイスー。よし、あーダメ、すいません。ということで90ゲーム109も。よし、あー、そういうこと、そういうこと。おほほほほほ、どうして伸びる気が感じられないな。7 242ゲーム200ゾーン雷蔵。一つベル、あれ、ほら見ろ。ほら見ろ。631ゲームよし、そろそろ、なんで。まあさすがにだよね。それは知ってたわ。163ゲーム100は200アキラ100先戻った。やっぱ今日の V での当たり方と謎当たり2回っていうところを考えるとやっぱ上あるんだろうなと思うよね。ナイス、あーちょっと弱いて、あぶねー、でけー。確定、ナイスすぎる。さあなんとかスーパーへ。ナイス、来てる。いける気しかしねえ。ナイス、来たー、5回目スーパー。6連、5連、28連、7連と来ております。これはもう27連どころの騒ぎ、28連か、28連どころの騒ぎではないよ。間に合うんだからコンプリート、一番2000枚出ればいいんだよ。ただねちょっと有力感がね今弱いのよ、めちゃ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 弱いのよこの有力感。あと800枚ぐらい出して有利切らないと。でも飛べ、でも飛べ、飛ばない、本当に弱いなこのユーリ。オッケーオッケー、保証で終わらなかっただけでちょっと嬉しいもん今。
おお。ナイス。この二重ゲームもでかいんだよね。あーじわじわ効いてくんのよこれが。おおレバオン 5%。危ねえ怖えこの8あたり678あたりマジ怖えんだよ。これでほぼほぼ最盛期まで戻ったね。7911枚だった。共通ベルはマジでなんか引いた気持ちになっちゃうからさ、なんでプチューしねえのってなる。切れてない、まだ切れてないよ。閉じ込められてるこの揚陸艦に。さあ勝負。なしてだろうね、なしてだろう。さあ200ゾーン熱くなれ。いや寒いな。まあそういうことだね、閉じ込められてるということにしましょうか。毎度200まで見ることを考えるとよかったでしょう。はい、やめます。7719。はい、それでは店内状況見ていきましょう。番長4、2400枚ぐらい。ワンパンマン5200、トラベル4400。この2700はどうでしょうね。あーこれね、多分上ある系なんだよね。マジでモンキーターン4800枚、9000枚オーバー。チバリオーマンゴエー素晴らしい。まだ続いてる6700枚ぐらい。こちら北斗無双2700、3200と南国3800、北斗4700、パラクリ6200、6000枚、5700だね。バルブレイブなんですけど、これ4600枚出てて、まあ一番下から上がってきたんだけど、これ666出てるんですよ。有利が切れなかった。マジで悲しいですね。これもなんか有利切れなかったけど3500枚。でこれもほらグラフめちゃめちゃ初当たりかれるもんね。2500枚でこれも切れず、でこれがまあ切ったやつだね。8855回なんで相当飛んでますね。でここも、666の隣3800。これドルシア6人出てるらしいですよ。わマジかわいそう。えじゃあ並びじゃん、666ドルシア6人で、これが6000枚で、これが1万1000枚。123あ5台だ。でもそれだけじゃないのよ、その隣も4700でしょ。で多分これ回数的にはドライブ飛んでそうな感じだね。でこれが、はい、7900、これが 俺が打てたやつですね。いやだからもうこの島全部じゃない、マジワンチャン。でこれミミズなんですよ確実に、俺の隣ずっと見てたんで。でこれが9800で、これが7200。えでこれがもうあんまりないよ。でももう並びですごいのよ。えどこまで行っちゃうのっていうぐらい。反対側もこれ9400ぐらい出て、隣4000、これ4500で、ここが3700。いやこれ今日ちょっとすげえな、これも絶対設定あるもん。5000枚
わあいいねグラフがマジで。これ反対ご税馬の隣の打ち方なんですけど、9800枚、29連かしかやってないのにもう9800枚ってやばいよね。で隣も5800で45回でしょ。ああこれも飛んでるよ、だってこの時間まで打ってて、でこれが11500枚、素晴らしい。では4セットで1700枚だ今はい、ということで以上エンディングいきましょう。お疲れ様でございました。ということで福岡県にございます有効ラッキー37夢パーク久留米店さんでの収録を終えました。時刻は9時です。回しましたね、分回しましたわ。やっぱりね肉が良かった。今日ね朝めちゃめちゃ調子悪くて、1400ハマリからのこれはもう流れ悪いなということで、肉を食えば元気になるんじゃないかと思って肉を食ってみたらまあ元気になりましたね。はい、そっからあれよあれよと玉がついていきました。ただ今日あんなにもスーパー入れたのに伸ばせたのがまあほぼ1回、あれはもったいないですね。まあ正直5回スーパー入れてるんですよ。でスーパーさえ継続していれば多分余裕でコンプリートしてる数っすよ5回って。玉は出たけどなんか歯がゆい感じになっちゃったかなと。回収が7719枚ですね。はい、いやよかったね、やっぱいい店ですわ本当に。いや今日だって店内状況ご覧いただいた通りなんですけど、バルブレイブ多分今日えぐいっすよ、めちゃめちゃえぐいと思います正直。出てない台のね大半がまあミミズ系なんですよ。明らかに初当たりが軽い台ばかりだったので、全って言われても全然信じるレベルですねマジで。最低で半みたいなイメージでいいかなと思います。それぐらい今日は本当に良かった。最後の揺り感マジであれちょっと怪しいっすよね、そこを絶対に突破できないみたいな、すごい鉄壁の壁を感じたんで、まあ何がしかの、うん、あれはあるのかなという雰囲気ではあったものの、まあただの引き弱の可能性ももちろんあるんで、はい、今回は以上でございます。引き続き、ベラキチャンネルの収録スケジュール載せておきます。たくさん、たくさんございますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければ幸いでございます。ということで、今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。